121丁目駅は、クイーンズクリッチモンドヒルの121丁目と、ジャマイカアベニュー交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT、ジャマイカ線の駅である。Z 系統が朝ラッシュ時混雑方向に、その他時間帯は、J 系統が停車する。ラッシュ時混雑方向の J 系統は通過する。駅は1918年7月3日に開業した、相対式ホーム2面2線の構造を持つ。 高架駅である。中央に急行線を設置できるスペースがあるが、急行線はない。現在、当駅は BMT、ジャマイカ線の東端駅となっている。当駅より東の168丁目駅までの区間が廃止された1985年4月15日から、アーチャーアーベニュー線が開業した1988年12月10日までは、終着駅だった。この間は、 バスが走っていた駅北側の両渡り線はこの名残であり、この間は駅北側の伏線を引き上げ線として使用していた。2017年2月6日にマンハッタン区方面ホームが閉鎖され、営業再開は同年夏を見込んでいたが12月22日まで延期された。その後、翌2018年2月12日より、 ジャマイカセンター駅方面ホームは改装のため閉鎖された。営業再開は当初は同年夏を見込んでいたが、こちらも秋まで延期され、最終的には11月14日に営業を再開した。出口は2カ所あるが終日開いている改札口は駅の生館1カ所のみである。改札口の外には詰め所があり、121丁目とジャマイカアベニュー交差点の北西。 南西に向かう階段が一つずつある。東端には無人改札口がある。こちらは北港ホーム側は出口しかなく、また南北ホーム間はこの改札では移動ができない。階段は123丁目とジャマイカアベニュー西交差点側に通じている。ウィキメディアコモンズには121丁目駅に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。